Jeremy Horn vs. Ricardo Arona。 第2試合ワールドタイトルミドル級トーナメント準決勝戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー180センチ、 89.7キログラム、 ヒカルド・アローナ。赤コーナー186センチ、 89.9キログラム、 リングス USA、 ジェレミー・ホーン。レフリーコンプリートファイティング塩崎圭司。ウエイト別のチャンピオンを決めようというこのトーナメント、ミドル級の準決勝2試合目はジェレミー・ホーンとヒカルド・アローナの激突です。2人にとりましてこの試合が再戦になります。1年ぶり、昨年の8月23日大阪でアローナが2対1の判定で勝っています。マクワンコさん、はい、アローナが勝ったんですが、どっちが勝ってもおかしくないような好ファイトでしたね、はい、スプリットデシジョンですね、はい。さあジェレミー・ホーン、若干先ほどは緊張の面持ちで入場してまいりましたが、相手はアローナ。ホーンは今回ちょっと燃えてるんじゃないですかね。でしょうね。顔つきが違いますね、違いますね、完全に違います。入ってくるところカウンターを取ろうとしたんですが、突進します。アローナ首に来ました。アローナといいますとスピード、そしてそのパワーから繰り出されるあの弾丸タックル ね、 そうですね、ありますからね、はい、それに加えてあの前回の金原戦でも見せましたけど、決めが強くなってきました ね、 あ、なるほどね、はい、諸差しになっていますけれども、逆に歓喜状態のアローナ、指しているのはホーン。ホーンも簡単に倒れませんね、はい、非常にこのスタイルというのはもう熟知され始めて、どの選手も腰が非常に重たくなってきています。もっと上になろうとするところですが、反転します。ジェレミー・ホーンはガードに入っています。膝を畳みました。リングス初の USA ミドル級トーナメントというのがあったんですが、それを圧倒的強さで、勝ち進みまして優勝にこぎつけていますジェレミー・ホーン。そして前回はユーリー・ベキシェフ、このトーナメントではベキシェフをまず破ってこの決勝トーナメントに駒を進めています。準決勝、一方のアローナは金原を膝十字で下しました。ホーンはですね、あの若いんですけど、もう試合経験もめちゃめちゃ豊富なんですよ ね、 そうですね。実は今日の大会ですね、ホーンが入ってかもしれません。スタンディングでノックキャンプ、フロントから抜けた抜けた、いいカウンター狙ったんですがタックルに行かれました。実は何ですか、あの最近戦ってるんですか。10日前にもですね試合やってるんですよ。10日前にやってるんですか、はい、でスリーパーホールドで勝利してますね、はい。体が痛んでないとすると非常にいい状態なんでしょうね、この人全く怪我しないんですよね、それで。そうですよね、どっか巻いてるとかそういうの見たことがありません、はい。であのサッカー来ますね、下から来ていますが、これは取りました取りました、ブレイクを命じています。あの非常に好青年、ナイスガイなんですよね、ジェレミー・ホーン、ね、はい、礼儀正しいジェレミー・ホーン。今映っているのがあのアローナなんですが、こちらも非常にあの普段から面持ちのある選手です。ファイト。さあもう一回いい立て直しです。左から振ってきます。入ってくるところ左カウンター取りますが、右ショート、またミドルクロスありますからね。ホーン、ホーンのパンチをかいくぐるというよりも受けながら突進していきました。アローナパワーあります、マット取ってます、太い腕が巻きつきます。白がアローナ、黒がホーンです。押し付けていきますが、これまたもしかしたらブレイクかというところに来ています。どん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 形が動いていきます。リングスではこのグラウンドでの顔面の攻撃は許されていません。もちろんスタンディングではこのオープンフィンガーグローブをつけていますので OK です。返せるか、返せないですね。だんだんパワーもねお互いにきますでしょう。あ、ここはブレイク、膠着状態になりますとリングスではこれがあります。フォーとしては立っていた方がいいんじゃないですか。フォーは立った方がいいですね、はい。ただアローナもあのスタンディング状態だとパワーも目いっぱい出てきますからね、はい、パワーかあるいはテクニックかというこのスタンディング、アローナの前蹴りがクセモノですね、ドーンとつきます、はい。こ
から今ロー右のストレート早いですよね。早かったですね。あのダッシュがやっぱりいいんでしょうね。残り時間2分タックルにいくらかかるんですね。おそらく、はい、上が空いてればおそらくあのままパンチでいって、はい、下が柄っていうか隙があればタックルにいくのかもしれませんよね、はい、タックルのタイミングで飛び込んできます。これどうですか今の段階どっちがリードしてると思いますか。アクション。そうですね。ですかね、まあ、上を取ってると長く取ってる意味でアローナですかね。はい。ただレフリー、ジャッジの傾向を見てみますと割とこう微妙本当に微妙な判定では振り分けていないような気がします。あの決めることしてますよね。腕を取ろうとしています、はい、サイドを取りました。残り時間1分この体勢ですとアームロック、ね、はい、アームロックと十字いけますね、はい、アローナホーンがガードに戻しましたね。ガードに戻しました、はい、ホーンが戻しました。下になっているのがホーンです。アメリカパスワードしましたね。一気に乗り込みましたね。これは両者ともちょっと苦しそうですね。アクション。今膝に当たりました。ちょっとかすってからのボディどれほど効果がありますか。2ラウンド目終了しました。判定を行います。これはちょっと延長ラウンドになる可能性高そうです ね、はい、3人のジャッジはどの辺を判断基準としていますでしょうか。判断に入れてますでしょうか。ちょっと鼻のあたりに赤くつけています。血がもしかしたら出てるのかもしれません。判定の結果を申し上げます。ジャッジ前田20対20ドロ ー、 あー。ジャッジ森山20対19ヒカルド・アローナ。アローナ。ジャッジ藤原20対19ヒカルド・アローナ。アローナです。ヒカルド・アローナ選手の勝ちでございます。アローナが終始、ね、上で攻め続けました、はい、その辺をおそらく取ったものでありましょう。勝ちましたヒカルド・アローナ選手は準決勝の2試合目はブラジルのヒカルド・アローナがジェレミー・ホーンを下しました。胸を大きく張っています。自信の表情。一方ジェレミー・ホーンやはり疲れ余裕ですね。今トップ前にして見せましたね、はい、リング上のヒカルド・アローナ。さあこれでですね熊子さん、はい、ブラジル勢同士のこのミドル級の決勝戦になりましたね、これはでも